どうもビタです。パーサカやっていきたいと思います。まずはじめにサクセスを始める前にこちらを見てください。今自分あることを思い精神マラソンをしております。でイベントデッキはゼロで来てるんですけども、あることというものは前回武者修行で強い選手を入れとけばいいかなと思ってあのデッキ組んでたんですけども、初見プレイで、でまあ K 君入ってたからある程度まあ良かったのですが、まずちょっと武者修行を見てください。これはどれでもいいです。で決定します。でイベキャラを入れてない場合モブの数が増えるんですよ。はい、今現在15人いるんですよね。前回は、彼女1人で K 君1人でイビキャラ4体で来てましたので11体のモブだったんですよ。はい、ってことはお気づきですかね。これの場合、はい、イビキャラが増えるっていうことは最後のボーナスが増えるってことです。なのでもやしキャラか矢部坂くん入れていると減るんですよね、イベキャラ数が。イベキャラ数というか、まあ、この画面でのイベキャラ数が。なので、モブの数が増えるんですよ、単純に言えば。そして、最後のボーナスが多くなりますので、はい、そちらは、かなり、有利に働くのかなかと思って、自分はちょっと、今回のサクセス、矢部坂くんと、まあ、時田くんは持ってるのですが、門島くん持ってなく、K くん持っていないので、ちょっと編成は一人足らなくなっておりますが、そういう形で進めていきたいと思います。はい、サクセスやっていきたいと思います。そして、イベントデッキなんですけども、ハロウィン気取り、矢部坂、で、時田くん、で、ルカちゃん、で、神谷くん、K 君でいきたいと思います。で前回より2キャライベキャラ、まあイベキャラというか、まあ、もやし以外のイベキャラが減ってます。はい、彼女はまあそんなに解放してなくて弱いので、自分はもう気取りでいいかなと思って気取りちゃん入れております。そしてできるだけいろんな練習、得意練習を入れていきたかったのでばらけさせております。はい、ではこれでやっていきましょう。はい、とりあえず持ち込みは何もなしで試走していきたいと思います。まずはまあ評価ですね。もやし高校なんですけども、まあやってて、まあ成果とどっちが強いって言われると、現状やっぱりまだ成果の方が強く自分は感じるんですよね。でももしかしたら金徳が3個以上取れるかもしれないので、まだ自分は2個までしか確認していないのですが、はい、もしかしたら3個取れるのならちょっと評価が変わるのかなと思ったりもしております。じゃあとりあえず、あれ、キドリちゃんがいねえぞ。仲間のあれは上げときたいですね。チームメイトの強さは。キドリがいない、キドリがいないぞ。あれ、キドリがいない、なんだ、おかしいな。突破力のコツ、あざす。ゲーセンにここでいいんじゃないかな。あれ、ちょっとキドリちゃんがいないっすね。キドリちゃんがいない、どうした。俺キドリちゃん入れてるよな。ほどほどに難しい。でまあこれは休もうかな。はい、休みます。まあメンタルでもいいんだけどね、この高校の場合は。本当にキドリちゃんが来ないですね。
で、キレイ君はこの前使ってみて、まあ、思ったのは、まあ筋トレが成功しやすいということですね。なのでまだ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 いいのかなと思ったりもしております。勝てるかな、ミコーナ。うん、どうだろう。そんなに強い選手入れてないので勝てるかどうかは分かりませんが、とりあえずこれでやっていこうかな。うん、オートちゃんとかそんなに強くないからね。神谷くんがまあまあ強いけど、まあこれでやっていきましょうか。はい、やっていきまーす。手送り勝てる？怖いんだけど、弱点ばっかだからな。ビリッ、まあ全部同じ能力だったからいけるはずなんだよな。対象特能が発動してない。あ、ギリいけたいけた、よかったよかった、いけましたね。で、まあこんな感じで上がっておりますと。お、福井くんが3つも覚えてる、いいね。で、神谷くんほどほど難しい。で、これは福井部のはずなので、まあ体力消費でもいいかな、全開だから。で、キドリちゃんそろそろ来ようか。あ、いた。キドリちゃんの評価が上がってないので、とりあえずまず上げたいですね。おっと、来ないな。あれ？これ失敗？もう回っちゃった、もしかして。まあ失敗では。あー、 K 君って2段階判定なんですね。自分知らなかったな。1段階と思ってました。前回パンパンパンと言ったから全然気づかなかったんですけども、2段階らしいですね。ちょっとこれはレギュラーには入りにくくなるかな、2段階の場合は。厳しいね、意外と厳しいね。で、時田くんはこれ金属イベーなんですけど、もう2回目、上か真ん中か。まあ、精神もらっておきましょう。で、キドリちゃんを追わないといけないですね、とりあえず。で、スタミナ上げた方がいいよということで、こいつらスタミナいくつだ ?21 と26、26以上になるかな、なるよね。とりあえずスタミナ、チームメイトの強さを上げていきます。まずはひとりちゃん、これで足りたでしょう。ちょっと K 君が2段階反転のってことに自分驚いちゃいましたね。はい、でこっからは志ポイントを貯めながらって感じですね。どっち行こうかな、600に行こうか。コツもらうし、根性コツは絶対取っとかないときついので、キラ君はできるだけ踏んでいきましょう。神谷に対抗する。これは精神もらっておきましょう。あーらら、やっちゃいました。で、どうすかな。矢部坂くんの評価を上げてもいいけど、5なんて心出し増えたってとこなんで、メンタルいってきまーす。で、これで武者使用ができると。やべえ、これオフェンス上げないとやばいな。お、告白来ました。普通にこれは告白しておきますね、自分から言う。オフェンスを上げておこう。あ、筋力が全然足んない。まあ、なんとかして稼ぎましょう。で、巫女攻撃を行きましょう。
で、まあモブを最初の方にしときたいかな。で、一発はじめに強いの入れとこう。はい、これでいきたいと思います。なんだこれ、鈴木くんだけど強いな。やっぱり前回も鈴木くんが強かったんですよね、多分。金徳2個取っちゃったってやつ。はい、早送り。うん、いけるね。金徳のここで出る確率って低いんですかね。なかなか2つ以上出てくれないんですよね、全体で。はい、まあこんな感じです。まあ相変わらず鈴木くんが強いって感じですね。はい、1年生だよな鈴木くんって。強すぎる。あ、成功した。おお、成功しましたね。ど根性で、どうしようかな。貯めていきたいのですが、どっち行こう。とりあえずどっちかな。スピードで貯めていきましょう。志をファストゴール、いいっすね。で、メンタルでも行こうかな。メンタルですね。で、白川くん、スタミナ35か。まあ、ファーストゴールのコツ欲しいから、行っときましょう。はい、いいですね。で、これですが、食いべで、どうしよう。精神がやっぱ足らなくなるのかな。うん、先生で、ここでコロダスポイントが4と2。これコロダスポイントってやっぱ人が多いとこが増えるんですね。どうしよう、どっちがいい。まあスピード踏んでいこうか。スピードで、次、武者修行行きたいと思います。これはね、上で志ポイント上がるけど志ポイントマックスなんでいいです。とりあえずチームメイトの評価上げていきましょう。精神いいね。でまあ武者修行行こうかな。聖ライカー学園高校新内。やばいな、来たの強いな。多分来たのがすごい強いんだよな。来たのか。最後スピードで攻めないといけない。武者修行勝てるかな。ちょっと怖いな。最後スピードに固めとこう。はい、これでいきたいと思います。いや、ちょっと来たのは危ないかもしれない。早送り。3頭で結構余裕持って勝っていれば、まあ来たのもいけるんだろうけど、ちょっときつそうですね。北野くん、おギリギリじゃん。まあ日和は倒せます。日和はスピードだから倒せます。全然北野くんが強いね。いや、ダメージ与えられねー。きついねー。敗北。残念。残念でした。鈴木くんがやっぱり順調に上がっていく。これ何なんだろうな。1年生の方が割りやすいのかな。まあ負けても経験点が少し減るぐらいなんで、まあ、いいのかなと思いながら。やっていきたいと思います。まあ理想を言えば全部勝つことが多分理想なんでしょうけども、うん、そんなうまいこといかないんですよね。はい、スピードいきましょう。え、こいつらスピード上げたいな。66か、ちょっと高いな、さすがに。30は超やしましょう。はい、
まあ、最後の方は別に向こう、チームメイトの方がモブの方が強い方がいいのですが、まあ初めの方は能力上げたいのでどん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 こっちの能力も上げていきます。まあ3だからここ行こうか。田中くん48か。48は超えれないかな。今の減少ポイントで48はきついね。いやデート行っておきます。回復もちょっとして おきたかったんで、お菓子をあげる。精神、まあ筋力もらってもよかったけど、まあ、ああそうだ、こいつらコンボあるんだった。オートちゃんとキドリちゃん、このコンボなのですが、怪我しにくさ、守備反応、チームプレイか。まあ今回フィジカル骨取れないだろうが鉄人行くと思うし、上行っておきましょう。ビッグフット、お爆弾取れましたね。いいですね。臨床爆弾取れるのか、ちょっと覚えておきます。これはまあスピードですかね。59と50、それは超えません。なので普通に行きます。コツください。コツがね、これ1じゃなくて2とかやったらいいんですけどね。うまうま、でメンタルか。メンタルもいいな。まあでもここでテクニックいくのもいいけど、まあ監督評価もあるしメンタルいっておきましょうか。とりあえずね、まあ、精神が増えるってことだと根性取りやすくなるので、まあいいんじゃないかな。スタミナ20で、武者修行行きたいかな。武者修行行きましょうか。 MFI 行きましょう。ちょっと能力上げようか。能力上げてきます。はい、これでいきたいと思います。 MFI ジョルジュ君が強いな。ジョルジュ君に勝てるかな。勝てない気がする。うん、ちょっときついよね。ちょっときつい気がする。いや、やめておこう。今回はちょっとやめて、ここでコツもらおうか。あ、テクニック51超える？超えないね。これはテクニックいってきまーす。福井くんのテクニック20上げて、11上がるのか。それでもいいですね。はい、まあセクニーはこんな感じかな。ちょっと前回よりか経験点落ちてる感じがします。でサッカーが上手くなりたい。あとデート4回なのでしっかりといきたいと思います。お、フリージア女子学園高校、お、これならいけるかも。これならいけるかも。これもいける。MFI はちょっときついね。ジョルジュ君が強すぎるから。ちょっとこのデッキはジョルジュ君に弱すぎる。パワー軍団に弱すぎる。はい。どうなんだろう。パワー軍団に弱いのか。まあ弱いわな。とりあえずこれ倒そうか。でまあこれでいきます。再出陣、ラインブレーカーを取った。んー今度は20、おあれ違うわ、今さっきのただ単に金徳を発動するだけですね。お、いいですね。勝てるよね、さすがに。はい、勝ちました。ナイスでーす。で、おー、鈴木くん。相変わらず強いですね。はい、オートちゃんの金属イベですね。で、志が1、2。どうしようかな。
まあ、ケイ君の方行くのが普通だわな。ボルトちゃんコツ持ってるけど、こいつらスタミナとか、ちょっと低いのか。じゃあ、スタミナ、上げて、選手強くしましょう。はい、ボルトちゃん何くれる？精神、まあ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 、いいでしょう。サッカー用品。で、夏祭りで。はい。お、ここは、これいこうかな。筋力だね。はい、フィジカルいきまーす。うん、あんま大きい。で、練習後イベント来る。4つも上がる。根性ここで取れるのか。大きいな。え、どういうことだこれ。練習後イベント、これは強いな。50-50の練習後イベントは強いですね。強い強い、普通に強いぞ。成功、あ、失敗した。残念。これは、もやしキャラ入れた方が絶対いいですね。こんな感じなら。ぜひもやしは入れましょう。で、MFI は無理だな。まあ、ここはいけるでしょう。ここはいける。はい。で、門島くんとかも。ちょっと神谷くん前にしとこう。うん。とどめさせた方がいいと言われたんで。これでいこうかな。はい、いきまーす。はじめの方でいっぱい倒して。まだ金徳ひらめいてない気がする。あ、ギリギリ無理だったか。鈴木くんで倒したかったんだけどな。これがね、計算できるようになればね、もっと強くなるのかなとは思いますが。はい。鈴木くん相変わらず習得率が半端ないですね。はい、心出しポイントがどんどん増えていく。いいね。で、ここ行こうかな。はい、行きたいと思います。で、ケイくんの練習後イベントとか来てくれたら心出しポイントも貯まるから。うん、来なかったね。ちょっとこれはデート行きます。デートデート。あーっと、マジか。ちょっと辛いな。足が速いところ。ちょっとスピード上げておきましょう。矢部坂くん、つい完走です。で、次メンタルは行かなくていいかな。まだデートの、デート。いや、メンタルいきます。心出しポイントが増えるので、メンタルいっておきましょう。はい、相手になってくれ。まあ、いいですね。で、そろそろ聖火に勝ちたい。聖火に勝ちたい感はある。あ、根性骨か。うん。聖火に勝ちたいよな。ちょっと聖火に勝ちたい。自分の能力上げてみよう。まあ、こんな感じかな。はい、これで挑みましょう。聖火、どうだ？行きましょう。勝てるかな。ちょっと怖いな。うん、これでいきまーす。ちょっとね、パワー軍団に弱いから、うちのメンツは。ん、なんか緊張覚えた。いいね。ひよりくんはいける。
ピオリくんは全然いける。問題は最後の北野くんなんだ。北野に勝て、勝つんだ。勝て勝て勝て、ナイス、いいね、勝ちましたと。まだ金徳覚えてくれないですね。金徳早めに覚えてほしい。うん、なかなかいいのではないかな。ほい、やべさか、ナイス。で、ここはメンタルにいなければ、もうこれはデートいきます。なんでなんでなんで、やばいよ、メンタルにいる、いないので出てきます。体が多いな。あと3回もデート行かないといけないので、それは計算して志ポイントは貯めておきましょう。はい、これは試合やって、まあちゃちゃっとでいいかな。ちゃちゃっといきましょう。多分勝てるはずなんで。はい、勝てましたね。志ポイントに上がり、でフィジカルいきましょうか。これは時田くん、さっきの根性のコツが上がって50ずつ上がるのは何だったんだろう。うん、あれ失敗した、マジか、失敗しちゃったな。まあいいや、1回ずつできるのかな、さっきのやつは。で次これだな、これいきましょう。やっぱりケイ君とか時田君踏むと志は多いですね。うん、ここで木取ちゃんで全開になります。はい、3213。まあちょっとこの前よりかは低いね。うん、イベントが来てないっていうのがあるんですけど、まあまあまあって感じですね。トリックで、どうしようかな、何しようかな。あ、志ポイントが溜まってる。武者修行行きましょう。で、どこと戦うかなんですけども、今回やめとこう。 B とかで戦いたい。あ、 B とかと戦いたいから、まあデート行っておきます。決めておきます。ちゃんとデート、そうですね。まだスピードスターは取れない。来ないね、来ないね。いいか、地味が丘学園戦いましょう。武者修行、はい、勝ってくれ、お願いします。鈴木くんでとどめをさせるといいかなと思います。あ、結構早めにとどめさせちゃったよ。あー、惜しいな、鈴木くんにならないな。おー、惜しい、もうちょいだったんだけどな。本当に鈴木くんだけ強くなりすぎ。 A 星いいですね。練習契約、で、ここでディフェンスが上がる。志ポイントがどんどん上がっていく、いいね。これはここ行こうか。福井くん58、60にしとこう。まだちょっと選手能力、ああ、まあ、うん、いや。でも今のはちょっとミスったかな。今のは普通にコツもらった方が良かったかもしれないですね。で、武者修行。ここか、フィジカルコツ。いや、強いな。こっちだな、行くとしたら。行くとしたらこっちです。はい、こっち行きましょう。勝てるかな？頑張って。
まあケイ君とタミヤが強いんでね。クイ君まで回、おーナイス、クイ君に倒した。おーナイス、いいね、いいね、いいね。まあ最終はねちょっと強いから、まあ福井君で倒せることはないだろう。うん、いいでしょう。まあでも最後どうなんだろうな、本当に最後で倒した方がいいのかな。まあいいか、行きましょう。で、キドリちゃんのデートも行かないといけない。でもこれはちょっと行っときたいかな。コツとかもいっぱい持ってるし、行きましょう。根性コツ、アリとキリです。で、デート行こうかな。デート行くか、志ポイントが高いのでこれ行っときますが、そろそろデート行かないとまずい、まずいぞ。8、7、6、5、4、あと5ターンですね。まあもう武者修行は1回しか行けないから、ちょっと狙っていきましょう。ひどりちゃん4回目ですね。あと1回なんでまあいけるかな。あ、でも11月中に行きたいのか。まあいいか、行こう。スタミナ B にしときまーす。で、鉄人もらいに行きましょう。あれ ?11 月中じゃないのか。失敗しましたね。ハロウィンシーズン逃しちゃいました。まあいいや。しっかりとハロウィン気取りを使うときは、10月4週かな、そこに最終デートを持ってくればハロウィンの、気取りが出てきて体力回復もしてくれますのでいいと思います。で、そのときはスタミナも上げておきましょう。勝ってね。はい、ナイス、いいですね。で、武者修行、農園高校、ちょっともうちょっと粘りたいな。強いとことちょっと戦いたい。精神とこう。練習相手になってくれ。いないね。これと戦うか。でもこれは、さすがに勝てる気がしないんだよな。これ B じゃないだろ。絶対 B じゃないわ。B じゃない、トードか、これじゃないな。テクニックいっときまーす。で、最終は武者修行いきます。武者修行、全然いねえじゃん。隠したしかいなかった、ミスったな。ちょっと粘りすぎましたね。粘り負けってとこです。まあこれいきましょうか。はい、勝ってきて、ちょっとこいつらを後ろに下げようか。はい、勝ってきてください。まあ勝てるでしょう、余裕で。はい、早送り。そろそろ金徳覚えと、お、金徳覚えた、なんか覚えたぞ。やべえ、これケイ君一番初めにしなかったよかった。全然戦ってくんない。あー、守護神か。守護神はいらないな。やっぱりこれは最後、全員戦わせた方がいいので、モブが初めの方がいいかもしれないですね。ちょっと設定ミスりました。はい。で。どうする?チェック。で、選手能力上げれる。鉄人スピードスター、あ、スピードスターはちょっともうちょっと待とう。根性もくれるかな。まあでも精神あるし、行こう。ドリブラー、まあこんな感じで練習していこうかな。メンタル、ちゃちゃっと。はい、勝ってね、勝ってね。あ、負けちゃった。まあいいかな。
とりあえず今回は、初めに言った通り、ここでのイベキャラが増えるかどうかを見たいので、どうなのかな。はい、ここでイベキャラ1人目、12人だっけ。フェアプレー、空中戦、無失点、爆発力、大一番、トラップ、マーク外し、途中出場、パスカン、闘争心、決定力、ムード、終盤。まあこれで分かるのはあれですね、キーパーコツでも関係なくもらえるってことと、やっぱり矢部坂くんと、もやしの高校のキャラを入れると人数が増えると。前回より2人増えてます。13人になってましたね。なので増やした方がいいのかな。で、まあこのコツも、コツというかまあ臨床ポイントも前回こんなにもらってなかったので、合計前回どれぐらいだったのかな、450ぐらいしかなかったのかな。うん、今回は結構もらえてるかと思われます。ちょっとここら辺も計算もちゃんとできるようになればいいなとは思いますが、はい、どんどん攻略していきたいと思います。ちょっと最後、試合に負けてしまったのでこれぐらいの点数となっておりますが、まあもう全然これよりかは伸びます。金徳も失敗しまくってるんで伸びますが、まあまだ自分は思想段階ということで、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。ちょっとコツがね、1ずつ掴むんではなく 2,3 ずつ掴ませてくれるとまた変わってくるのかなとは自分は思っているのですが、どうなんですかね。もうちょっとコツくれてもいいのかなとは思います。技術が足らない、技術が足らない。突破力のコツ、まあ突破力はやめられないな。スルーパス、アシスト、パスカン、パスカンやめとこう。で、ヘディング、でシュート、マッチアップ、まあこんなところですかね。はい、これで終わらせていただきますと、キックが上がるか。はい、ちょっと今回能力は弱くなっております。多分査定も全然出てません。まあ思想って形で、はい、 S ランクですね。うん、まあイベキャラとして矢部坂くん、時田くんで K くんなどのもやし高校プラス矢部坂くんを入れると最後の特訓ですかね、それが、よくはなります。ですが、まあ、前回と違って、まあ、固めていないので経験点が少し出にくいかなと思われます。うん、まあその駆け引きは難しいところなんですけども、まあこれからも少しずつ攻略していきたいなと思っております。まあ今日は以上とさせていただきます。ベタでしたー。